絵の、テーマになってるのが、行ったことはないんだけどでもよく知ってる場所を、風景を切り取って絵にしてるんですけど、あと夢をよく見るんですけど、夢の中で行って見てきた風景とか見てきた出来事とかを描いたりすることがよくあって、描くのは理想と願いを込めた夢の世界。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。美術作家永井智子、テレビ番組のアートワークを手掛けるなど幅広く活動をする彼女の原動力、それは幼い頃の記憶。幼い頃、その自然の中にお人形をポンって置いてみたりだとか、お家を自然の外に持ってって、そこで人形遊びとかやっていて、絵を描く時もふとやっぱり気づくと、ベースはその植物だったり自然だったりするんです。多分幼い頃の経験とか記憶とかアイデアが蘇るというか、思い出すというか。可愛らしく描かれる独特な世界観、それは常識にとらわれない彼女だからこそ生まれる。自分が現実じゃ体験できないものを見たいってところがあるので、絵の中にもすごくリアリティあふれる描写があったりだとか、同時にそのフラットな部分とかも混在してる感じ、やっぱり自分でもずっと見てられるものを描きたいっていうところがあるので、限りなく自由な表現をしたい。しかし、ただ理想の世界だけを描くわけではない。私も多分その生きてきて、もちろんメルヘンでわーいってだけじゃないから、いろいろ怖い体験、悲しい思いとか、そういうものとか経験も全部無意識の中に集まって絵になっているので、それもなんか言葉では表現できないところの部分で存在してると思ってて、懐かしい感覚と経験、そのすべてを理想の作品世界と接続させたい、そんな永井智子が伝えたいこととは。もっとクリエイティブなことをそれぞれみんながし始めたら、すごいワクワクするなって思います。子供の頃とかはやってたのにやめちゃう感じがもったいないなってすごく思うので、なんかもっとよりみんながアートをね、もっと身近に感じてくれると嬉しいなって、それはずっと思い続けてます。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。赤門前、本郷美術骨董館。次週は美術作家佐野海のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。